はい、えー、速果塾の久保です。今日も1億円志向で一緒に勉強していきましょう。なぜね、くれくれ星人が目先の得を得ているんですけども、長期的には死に耐えてしまうのか、なぜね、くれくれ星人がうまくいかないのかってことと、あとはですね、まあ、ギブアンドテイクっていう精神がいかに愚かなことかということをね、今日はお話ししていこうかと思います、えー。以前もお伝えしたと思うんですけども、私はね、市場をこういうふうな分類もしてるんですよ。見てください。えー 50%の普通の人。半分は普通の人なんですよ。これギブアンドテイクを求める人ですよね。ギブアンドテイクを求めるんで、マッチャーと言います。マッチング、マッチしてることです。マッチングしてることですね。で、えー、ここテ。テイクって書いてますよね。持っていくだけの人。自分は何も与えないけど、なんかいい情報ないですか人脈ありませんかいい話ありませんかと。これもらっていいですかと。ただですかって。値下げしてもらえませんかテイカーですよね。奪う人。奪っていくだけの人。これクリクリ成人です。これが。 これがね、なんとね40、40%ぐらいいるんではないかなと。仮定してるんですよ、私がね。これ仮定です。ちょっとデータ取れないんで、仮定してます。で、残りの10%の人が、ギブだけの人ですね。ギバーっていう人。まあ別にもらえなくてもあげるよとかね。え、入塾費用ですか塾費用なんてまあ別に後回しでいいんで、まずはあなたが稼ぐことが大事ですよと。あなたの、おまあ、資金活動を優先しましょうねっていう人。これ、ギバーですよね。 ギギギブブンドテイクのギブギブする人ですででからギバーと言いますでこの割合で私は市場をビジネス市場っていうのを作られてるっていうね仮定してるんですよそうなると一番広い市場ってどれだなどれかなと思いますこの50%とこの40%に与えられる人が一番いいんじゃないかなって考えるんですよこのテイカーっていうのはねくださいくださいって言うんですけどもくださいくださいであげるよあげるよっていう人の割合って40に対して10なんで30%ぐらいの人は余るんですよ だから、くれくれ成人の30%は、もらえずに終わるんですよ。で、こっちに行こうとしたら、お、40%よりも大きい収容るぞ行こうかなーと思ったら、ここはギブアンドテイクなんで、あー、くれくれ成人さん、あなたは何くれるんですかくれた分だけあげますよっていう風な人なんですよ、ここは。だから、もらえないんですよね。で、ここに行くしかなくなるんですよ。うん。で、ここの人はどうですかギブアンドテイクの人。ギブアンドテイクの人っていうのは、テイカーは嫌だなと思うんだけども、こちら。 くれる人だけの、くれるだけの人がいるみたいだぞってからこっち行ってもね、40%余るんですよ。もっと言ったら50と40% 90%のうちのこっち行くと80%の大半の人が余るんですよ。もうもらえるもんだけもらっておきたいなってって余るんですよ。こういうふうに考えていったときに私はですね、一番市場が広いのは与えるだけの人っていうのはもう100%これね、与えさせてもらえるんですよね。 もうやり放題、取り放題って感じです。で、与えるだけでどうやってね、人っていうのは収益を得れるんだってことなんですけども、これ見てください、先ほどの図。与えるだけでもね、十分ね、利益を取ることができるんですよ。まずはですね、先ほどの図をもう一回見ると、ここに与えるだけの人がいますよね。与えるだけ、与えるだけ。こっからはその分だけ返ってくるんで、マイナスがないんですよ。 ね、ギブアンドテイクの人ですから、もらった分だけ返報性の原則で返したくなるんですよね。テイカー、持っていくだけの人っているじゃないですか。持っていくだけの人って、多分、このギブアンドテイクの人と、このギブアーが関係ができちゃって、10%と40 50%ですから、簡単にこれ埋まっちゃうんですよね。で、万が一、運よくこの、持っていくだけの人、テイカーがこっちに来たとしても、割合としては低いんですよ。だからね、与え続けていって、実はあんまり損することがないんですよね。 でギブはあの与えるだけの人っていうのは何が一番優れていくかっていうと与えることだけでも受け取っていただくのが非常に難しい時代です皆さんも感じると思いますけど無料でも受け取ってもらえるのが難しい時代ですよね駅前でティッシュを配っててティッシュなんて絶対みんな使うのに駅前でティッシュを配ってもティッシュ受け取らない人のが多いわけですよだからね与えることの難しさってことですよでもギブはってのは与えることがすごく上手なんですよ まず万が一にも与えることで失敗することがないんですよ。となると、与えるという経験値がものすごくね、飛躍して優れていくんですよ。与えるという経験、与えるという技術、これはどん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 ,どん高まっていくんですよ。で、そうなるとですね、これ与えることが難しい。えー、例えばギブアンドテイクの人も、あの、恩返ししてくれる人にしか、 与えられないんで、そういう人いますかって言ったらあんまりいないんですよね。ギブアンドテイクの人の間でやり取りするぐらいなもんですよ。ギブアンドテイク同士でね。で、テイカーに対してはもう完全くれくれーンズやなっていう感じで無視すると。取り合わない。だからあー、ギブアンドテイクの人に持っていくものがないと。で、えっ、ー、と、ギバーの人ですね。ギバーの人のところに持っていこうかなと思っても、もうバランスが悪いわけですよ。50%に対して10%の市場に行くわけですから。 さあこ,こう考えていくとですね、一番センスがいいのは、やっぱりね、ギブアーなんですよ。与えるだけの人っていうのが、いつまでたって,ても市場を独占できるんですよね。まあそういった原理に生きてます。えー、Google なんてのは、あの、与えることのすごく天才でですね、多くの人にアカウント作ったら、どうぞ私のサービス使ってくださいっ,つってうからね、与えるわけですよ。その結果、最も重要な顧客動向っていうものを手に入れてるんですよね。 で、その顧客動向ってものを、一人の、自分一人の顧客動向は、そんなにね、価値を感じない人が、えー、Google にサービスを使いたいがゆえに与えるわけなんですよ。そうなると、それがね、1万人、10万人、1億人、5億人って増えていくと、かなりのパワーを持っているってことが、ギバーの、世界一のギバーの Google は、もう理解してたわけなんですよね。で、今あ、その地位を不動のものにしているということでございます。まあ、そういった形ですね。ビジネスのレベルってものは、 収益が確定していなくてもおできるかどうかですよね。で、私は吉谷さんの億万長者合宿参加しますけども、旅費をくださいとかギャラをくださいということはないんですよ。なぜなら億万長者合宿というプロジェクトの中で、私は勝手に、えー、収益を作り出すことができるんですよね。これがだからビジネスだと思うんですよ、私は。あのー、もうね、売上とか入金が確定されていると、報酬の約束ができた。だからやるっていうのはビジネスじゃないですよ。これはギブアンドテイクですよ。 抹茶のやることですよね最もこれをやる人が多いってことなんですよ。で、得をするんだったら行きますよとかね。いや、100万でも200万でも払えば、それ億万長者になれるんですかこれはね、くれくれ聖人の発想です。テイカーですよね。だからね、もう本当にね、こう、相手にするのもちょっと残念なぐらい、えー、もう、なんと言いますかなって感じですよね。<laughs> うん。で、今、振り返ってみるとね、多分私っていうのは、 あの一生懸命毎日のようにセー,ルスをしてセールスをしている人よりも収益は上なんですよ。うん、だからそうあるべきかなと思います。で、えー、今回の動画のまとめになりますけども、先日ね、メンタリストの DAIGO さんの動画を見ました。そうすると DAIGO さんの,あの記事を書いているライターさんの名前を出しながら言ってたんですけども、こんなつまんない記事を書いている人の年収ってのは、私の月収にも届かないよっていうことを言ってたと思うんですよ。 確かにそうだなと思いますあ違うその人の記事のレベルっていうのは今私が飲んでるワイン1本分ですよみたいなねロマネコンティとかいうねあのワイン飲んでたんですけども大悟さんは、うん、そういう風になってくるんですよ要するにビジネスをしてもいないインチキな記事を書いて小銭を稼いでもいない正々堂々と正直に生きている大悟というね、えー、メンタリストさんは 必死にね、人の荒を探して、必死に人の悪口をして、人の多くの悪口にもう本当に共感を呼ぶようなインチキ記事を書いて得るお金がワイン一本分にも満たないというね。で、えー、大悟さんはこういうふうに言われてました。出版社の方にね。出版社の方に、えー、収益を上げる方法を教えますよ。特別に教えますよ、みたいなこと言ってたんですよね。こういうクソ記事書く人を全部クビにしてくださいと。<laughs> まあ、まさにそうですよね。一本取られたみたいな感じだったと思います。まあ、私もね、今そういうふうに思ってるんですよ。あのー、売り上げのために、あやふやな商品とか、自分が保証もできないようなものを、バン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 売るよりも、自分のお、こうなんですかね、考え方ってものをね、発信することによって、あ、それはなかなかいいな、興味持てるな、とあ、くわさんの言うことは、ほんと一味切れてるね、と。そ,そういうものに対しては、自分は、ちょっと俺、ね、恩返しでお金を払いたくなっちゃった、と。 ししかも久保さんん要求してこないじゃんちょっとそっか塾ってもの教えてくれませんかと、まあ、そういう風になってくると私は「あう,うまくいったな」って言ったらちょっといやらしいんですけども「ありがとうございました」って話になりましたね。というのが私の心根が伝わってそれに反応して共感して、えー、まああのー。 まあ塾をね、興味持っていただいて、商品を受け取っていただけるという形ですからね。私は、そっか塾ありますよって、そっか塾買ったくさーみたいな、ね、セールスは、年に1回するだけです。年に1回10分ぐらいするだけです。そのほかの活動っていうのは、とりあえずね、受け取っていただくっていうことにフォーカスしてるわけなんですよ。この時代、多くの情報があふれて、多くの商品があふれて、多くのサービスが世の中にあります。その中で 受け取っていただくことすすら難しいんですよこの動画ですら今ねご覧になっている10分とか20分の間に他の価値ある10分20分っていうのがあるわけですよそれをより分けて私の動画を見てくださったということにもう無類の感謝をねえー、捧げたいですよねだからね受け取っていただくギブするだけでもどれだけねえー、難しいかっていうことなんですよそこを理解できたらビジネスなんてのはもうねお茶の子さいさいだと私は思います今回は以上です